寂しい時あなたに会いたい。たまには楽しい時あなたに会いたい。いつもよく似た夢を心に抱き続ける私たち。もしも星が落ちて道に迷ったなら、想いよみんなで優しい光になろう。あなたに会いたい。ともや嬉しい時あなたに会いたい。いつも一つの空に望みを描き続ける。私だ。何？在庫品がない？こんなバカな。もう少し計画性を持ってやれんのかね。こっち相手を探して商売をしてるんだ。売りましょう買いましょう、それで在庫品がないなんてそんなバカなことが言えるか。日本の国際的な信用にも関わるじゃないか。そう、内地向けのものをこっちへ回すとか、何とかしてもらいたいね。いや今お客さんだ、後で行く。怖い顔どこんのね、お父さん。職場にいる時の顔が本当の男の顔だよ。いや一番美しい時だな。誰でもそうなるとは限らないわ。どうした、3人揃って学期末の試験が終わったのよ。さあ、それでお小遣いを背びりに来たのか。ご明察どうだった試験は。落第しない程度にはね。そう、ご苦労さん。そっちはどう。スレスレでね、低空飛行いや、いいな、ここは。何が。羨ましいよ。試験終わったのかい、ご苦労さん、小遣いやろうなんてねうちの親父なんかにも見せてやりたいよ、こんな親子の愛情。何言ってんのよ、あんたたちはいつも親のお金をかすめようかすめようとするから信用がないよコーヒーぐらいなら付き合ってもいいよ。いや今日はいいんです、アコがついてこいって言うもんだからそれはどうも、いつもね。ちょっと失礼。はい、北村ですが。あ、吉村さん。ああ、あ、それどうも。はあ、実はですね、あなたとは関係ないことなんですけど、小島善兵衛さんのことでちょっと。どうかしましたか、あいつ。どこかにご旅行にでも行ってらっしゃいますんでしょうか。何度お電話しても連絡できないんですけど。はあ、いえ、別に。善兵衛さんのお宅は500-4433ですわね。それでそちらからもいっぺんお電話してみていただけませんでしょうか。はあ、私もお電話してみますけれども、ぜひお目にかかりたいんです、善兵衛さんと。ああ、わかりました。なんとか連絡をつけてみましょう。はあ、じゃあ。小遣いいくら欲しいの。諸物価値上がりの昨今ですから、どうぞよろしく。春彦君。はい。あ、僕は結構です。君にはお小遣いあげないよお父さんどうしてる。あ、親父ですか。うちにいます。旅行かなんかした、この 2,3 日。いや、うちでのたっとしてますよ。はいはい、お待ちどうさま。名士村正でございます。え、小島善兵衛は、あなた様は。吉村照さんは。少々お待ちくださいまし。善さん、
善兵衛さん、電話ですよ。はい、テレフォン、はいはい、女の人だよ。嫌だな、そんな目つき。どの目？お得意様だっているんですからね。さあさあ、まあまあいいか、おとなしく。はいはい、もしもし、村正でございます。はい、私でございますが。いや、こちらのことでございます。その件につきましてはまたこちらからご連絡を申し上げますから。毎度ご贔屓に預かりまして、ありがとうございました。はい、いい声の女だね。そうでしたか。ちょっと気がつかなかったですが、声の綺麗な女はね、女さんの中が真っ黒だって言うからね、気をつけた方がいいよ。やだな、純然たるお得意様ですよ、村正さんだす。そんならいいけれどもね、吉村照さんの人からしょっちゅう電話があってね。しょっちゅう、私はね、気を引かしてね、旅行に行ってるって言ったんだけどもね、とってもしつこくってね。まあね、お得意さんならしょうがないけどね。おばあちゃん、なんか言ってました、その女。その女、いや、その吉村照って言ってるんですよ。お得意さんでしょ、そんな何も言うわけないでしょ。何も知らなかったことにしとくからね。すいません。早く片付けた方がいいよ。女房に分かってからじゃ大元になるからね。お前独身だって嘘ついてたんだってね。それなんですよね、私が一番怖いのは。いいわ、いいだな。でも厳しいのよ。でも筋が通ってる。ね、いくらもらった？面白いんだろ、そこ。か弱い女性におごってもらっちゃ男性の保険に関わるんじゃない。今日はね、紐の精神で行くことにしたわしも。まあ、紐だの、ダニだのって学生の言うセリフじゃないわね。たまにおごってくれるかって言わんねん。でもさ、さっき借り上げにかかってきた電話ね。あれちょっと色模様だぜ。うん、俺もそう思ったんだ。急に優しい声になったろ。ちょっと怪しいな。男なんて顔と違って下半身が信用できねえからな。シャラップ不潔ね。何も下品な想像じゃないか。それは俺だってアッコの親父を人格的に頭脳的に尊敬してるよ。しかしね、所詮人間なんだからね、7年8年独身なんてのは不自然だよ。愛人ぐらいだっていいんじゃないか。俗物ね、あんたたちって。お蕎麦をおごってあげようと思ったけどやめたわ。じゃ、またね。おい、アッコ。あいつ、てめえの分も払わないで言っちゃったよ。前がいけないんだ、変なこと言うから。お前が言ったんじゃないか。俺小銭持ってないんだ、お前ここ払っといて。俺も小銭がないんだよ。小銭なかったら大銭に払っといて。その大銭も持ってないんだよ、俺。何が悪いって、こう世の中が悪くなっちゃ俺たち人民もまともに生きちゃいかれませんですね。あんたまともなの？まともですよ。やんなっちゃな、まとめに汗水垂らして働いてますよ。作業やったり脅かしたりか。とんでもない兄さん。だから私はですよ、こうやってお宅へ顔出しもできるんですよ。近頃は天で真面目、真面目そのもの。その真面目の出花をくじくように俺を語るやつがいるんですからね。世の中悪いわけですよ。そうね、そういえば確かに世知辛くだったわね。あんたみたいな悪を騙そうって言うんだから。2万円でいいんです。あれはしねえよ、そんな金。できませんと、こういうことになっちまうんですがね、兄さん。しばらくお世話になったらいいじゃねえか。え？あそこホテル代取られるわけじゃなしだよ。3食食っておまけにお月までついてる。1万と5千ではいかがでしょう。出ませんね。ただいま。お帰りなさい。試験済んだの？まあまあだね、おじさん。こんにちは。おいおい、まあまあで落っこちるんじゃねえだろうな。学校の授業料また上がったんだって、そこまで世話はかけないよ。ね、よく勉強したもんね、今度はね。努力した後はすがすがしいな。試験も無事終わったことだしね、親としてなんか一言ない？いや、だからさ、落第しないでくれって。早く卒業して恩返ししておくれって。それだけ？他に何言うのよ。あっこの親父はね、試験休みはこれで遊びになって聖徳太子7、8枚。ほう、そこのうち困るね、子供に甘いから。一人娘だから。うちは早く卒業して恩返ししろか。そ
そりゃそうだよ。大学は愚かですよ。中学へも行けねえ子供が日本全国には5万といるんだから、それを思えばね、兄さん。そうよ、明日のおまんまにもありつけねえ人間がいるんだよ、うん、そうですそうです。ねえ、だからお前さんね、おい、のぶさん、お前さんだよ。お前さんもね、地道にやんなさいよ。そうよ、うちの人は稼ぎはないけれどね、悪いことだけはしませんね。そうでしょ。そうだね、母さんに会っちゃかなわないね。口が早いからな。頭の回転が早いのよ。のぶさん、あんたも分かったらね、上野のガータローなんてそんな地下鉄みたいな名前つけて肩で風切って歩いても所詮長くは持たないのよ。人間は地道が一番いいの。はい、旦那さん、お電話。はい、誰からだい。小島さん、小島善兵衛さんです。はいはい、まだいるの、あの二人。他に何か注文したの？コーヒー一杯で2時間。お、いらっしゃいし。いらっしゃいませ。お待ちかねですよ。なんだ、どうしたのかい。おう、とっても嘘をつけ。なる、うん、親父は向こう行ったらよ。おう、ここの親父ね、野人間根性強くてな。あ、りゅうちゃん、向こう行こう。あ、ちょっと来て。80万？ほんでその女が約束不履行で80万持ってこいっていうのか。いい女だったんでね、ついうっかり俺は一人もんで3年前に女房は死んだ。女房が死んだ？どうお前、あの母ちゃん殺しちゃったのか。ひでえやつだな。ついうっかり口が滑っちゃったんだよ。でも結婚するなんてことは俺言った覚えないんだよ。だって向こうはそう言ってんだろ。酔っ払ってたんだな、あの晩。それにしてもりょうちゃん、80万円っていうのはあまりにもあまりじゃねえか。そういうやつに引っかかるお前の方が悪いんだよ。いや、まあそう言われてみるとね、俺穴があって入るときもそうやけど。なんだ、お前一週間ばかりも前にもそんな同じようなこと言ったじゃねえか。だってね、子供の教育上良くねえしな。知っててやるやつがあるか。分かっちゃいるけどやめられねえってやつだよ。ついうっかり手が出ちゃって、俺は煩悩の人間だよ。救われねえな。何言ったんだ。それにしても80万ってのは相当なお値段だな。すまねえ、りょうちゃん、後で分かったことなんだけど、どうもその女に紐がついてるらしいんだ。うん、あ、嫌だなんて抜かしやがったら、うちへ泊まり込むぞって言ってきたんだ。いや、脅かしないそれ。いやいやいや、もうすでに前哨戦始まってる。前哨戦？お、今日もその女から電話かかってたんだよ、うん、よろしかったらこれからそちらをお伺いしましょうかって。そうなんじゃないよ、うちなんか来られてみろ、俺女房に叩き出されちゃうよ。なんでそんなにお母ちゃんが怖いのになぜちょっかいなんか出すんだよ。だからさ、そこがそれ、煩悩の人間って。頼むよ、頼まれてくれよ、俺酔っ払ってたんだから。酒はいけねえ、酒はいけねえよ。あのな、20万円ぐらいだったらなんとかなるんだよ。それで手を打つようになんとかしてくれねえかい。まあ俺なんか出てったってうまくまとまるとは思わねえけどもな。話に聞くとなんじゃねえか、お婿さん相当な代物じゃねえか、そりゃ。いや、だからさ、そこはだな、お前の善意に満ちた人柄とこの口で丸め込んでほしいんだよ。そりゃ、まあ、やってやれないことはねえけどもな。なんじゃねえのか、こういうのは草むらの方がいいんじゃねえのかね。ん？いや、あいつはダメなんだよ。いや、実はね、その女のことについてね、一遍そういう、忠告受けたことあんだ。あの女はやばいぞって。忠告受けててやるやつあるかい。いや、だからさ、それがそれ、その、煩悩の人間。何が、それがそれだ。いや、それね、実は草むらのやつね、あれはもう、去年一度、もう世話になっちゃってんだよ。これと同じようなことでね。なんだよ、じゃあ草むらと俺とで1年交代かい。いや、別にそういうわけじゃないんだよ。今度はだよ、お前の善意に満ちたその…よかったな。そんな友達がいないような顔するなよ。俺女房殺しちゃったんだよ。こんなことお前分かったらお前子供の教育上悪いしな。え、知っててどうしてそんなやつに引っかかんだろうね。いや、だからそこはそれ、煩悩の人間の…分かったよ、分かったよ、もう。りょうちゃん、頼む。
ない真似するんじゃないの。だっておかしいのよ、秋お兄ちゃん。年頃だからさ。それにしたってあまりにも変化が大きいわよ。この間まで私たちとエレキでガーガーやってたのにぴったりやめちゃったのよ。いつまでも子供じゃないってわけだよ。恋愛でもしてるみたいよ。ため息ばっかりついちゃって、いつもならご飯だって五六杯は軽いのに、この二三日うどんばっかりよ。おっといておやりよ。ニキビと同じでね、年頃になるといろんなことが起こるもんだよ。どうだった？まるでダメ。なんか口の中でもごもごいっちゃってさ。大学入試で毎晩徹夜徹夜だったでしょ。明徳入学はしたけど、ちーっとおかしくなったらしいわね。桜餅って春爛漫だもん。誰でも少しはおかしくなるわよ。少しならいいんだけど、学校帰るなり部屋に入ったき出てこないのよ。大学の試験ってそんなに大変なの？勉強じゃないと思うのよ。ノートになんか日記みたいなものつけちゃったり、詩集読んだり、壁の一点をじーっと見つめてんのよ。うん、分かった。それ全教症状よ。全教症状？なあに、その全教症状。いや、あの、がんになる前が全がん症状、気違いになる前が全教症状。なるほど。アービーとマキお兄ちゃんって都会的で繊細な神経持ってるからね。いや、それにしてもなんか動機があるはずよね、おばさん。私も心配なんだけど、お父さんほっとけっておっしゃるもんだからね。動機ね。理由なくて部屋にこもってるわけないもんね。ハイティーンの大部分は性的な反問ですって。何ですって？婦人雑誌に書いてあったの。秋代に限ってそんなことありませんよ。お父さんと違ってね。お父さんと違って何？そんなことはどうでもいいの。とにかくね、秋代はまだ女性に興味を持つ年じゃありませんよ。いやー、そんなことないと思うな。男性の肉体はある日突然凶暴に嵐みたいに目覚めるんです。なんていう雑誌その本。警察に行って取り締まってもらわなくちゃ。そこ行くと私なんて天使ね。男なんて道端の石ころほどにも興味ないもん。そうよ、女は清く正しく生きなくちゃね。おばさま見合い、それとも恋愛？そりゃね、そんなことはどうでもいいでしょ。ちょっともう3時間よ。3時間と8分。何話すことがあるのかしらね。恋人同士でしょう。いろんなことがいっぱいあるんですよ。計画立てたり。そういうもんかしらね。私なんか5分も話せば1年の刑が立っちゃうけどね。そりゃ奥さんたち20年も夫婦でやってらっしゃるんですもん。つってばかーでしょ。そうはいかないね。通過とはいかないの、うちの人は。鈍いから。それでどうして5分で1年の刑が立っちゃうんですか？だって全部私が決めて事後承認させんです。カカア殿下ですか。人行きの悪いこと言わないでちょうだい。私の頭の回転が早くてうちの人が遅いのよ。でも夫婦ってのはお互いの愛情と理解でしょ。この若い娘っていうのはなんだか婦人雑誌に書いてあることみたいなこと言ってるわね。とにかく騙されないわね、男に。ああいうのはね、騙されて捨てられんのよ。だって一杯60円のコーヒーで3時間も寝番ですもん。ただいまよ。おかえりなさい。ただいまよ。一度言えば分かりますよ。どこぼっつき落ちたの、この忙しいのに。ちっとも忙しかねえじゃねえか。小島善兵衛なんて悪の仲間のこと言ってろくな話しちゃこないからね。ありがとうございます。ありがとうございました。実はね、ちょっと先住の方行ってたんだけどもね、あの辺の子供はいいな、バイタリティがあるんだよ。ああ、キリなしにね、バスやトラックが走る道路で野球やってたり、ベンゴマ回してたりも面白いんだ。くだらないことも面白いんですね、お父さんは。ちょっと銭ばかり貸してくんないかな。またフィルム買うんでしょ。ああ、いいモチーフだと思うな。教科の子供たちって代でスナップ取ろうと思うんだよ。社会の底辺に潜むバイタリティ。ねえ、このうちだって不景気で絶対絶命なのよ。お父さんのバイタリティなんて何とかしてちょうだいよ。北の風、曇りか。強風注意報が出ています。ひれちゃうわ、その人ったら。物も言えない。ああいう映画は嘘だと思っても私大好き。私が女だから女の贔屓をするわけじゃないけど、桂さんはどう？男はみんな美しい女性が好きなはずです。
僕も男ですから現実の世界でも女性が天使のように見えた時もあれば悪魔に見えた時もありますね。恋愛をなさったことが終わりですね。失恋の連続でしたよ。嘘ばっかり。実は学生さんの頃からモテてモテて困ったんでしょ。とんでもない。失意の精神とでもいうか灰色でしたね。お上手ね。もっとも私はモテてモテてなんて自慢する男性は魅力がありませんもんね。そうですか。そういうものです。一度も恋愛したことのない男性はつまらないな。湿った南京豆みたいで食欲が起きません。こらすごいね。今は桂さん恋人いらっしゃるんでしょ。こういうこと言うとアックさんに軽蔑されちゃったな。どういうことでしょう。白状なさい。言おうかな。しかしこれを白状するともう映画なんか誘ってくんないだろうな。私は女ですけれども清濁合わせて飲むたちよ。実はね、二人も子供がある未亡人のうちに下宿してるんですよ。未亡人？そうですか。その未亡人は色白でいわゆる小股の切れ上がった美人でしてね。結構ですね。言うんじゃなかった。やっぱり軽蔑されちゃったよ。男と女の世界は複雑ですもん。そういうあなたの話だって理解できますわ。感謝します。それでその未亡人とは将来正式に結婚なさるわけですか。問題はそれですね。僕には結婚の意思は全くありません。そりゃ卑怯よ。一時的な感情で未亡人と。そうなるなんて許せないわ。不潔だわ。しかし僕が結婚したいと言ってもそれはできないことなんです。法律に触れるんですよ。そんな法律があるもんですか。あるんです。その未亡人っていうのは僕の実の姉ですからね。近親結婚ということになりますね。あなたって人ひどい、ひどいわ。侮辱だわ。私も絶交します。ごめんごめん、ちょっと薬が効きすぎたから。いや僕はね、映画をおごってもらったサービスに。私許しません。失礼します。若さで器用バンサイクラージャケット。若さを乗せてルーリルーリワンワン、歌声乗せてルーリルーリワンワン。かっこいい自転車ナショナルサイクラーパンチが発売されました。ただいお求めは今がチャンスです。ナショナル自転車。飯四杯目よ。食欲の春ですからね。バカ、秋なんだ秋。天高く馬越えると言ってね、この頃のガキは何勉強してんだろう。秋だか春だか知らないけど、もうすぐ腹減っちゃうんですよ。明夫兄ちゃんはね、全然食欲ないんだってさ。あいつこの頃ちょっとおかしいな、うん、これでね、学校行って2時間もすると腹がクルクルってしちゃって目が回ってしまう。腹八分目といってな、朝からそうモリモリモリ食ったんじゃ頭の回転が鈍くなるよ。お父さんだって昔は食ったって言ってたじゃないですか。育ち盛り抱えてお母さんも大変ね。お前もその一人でしょ。わかるじゃ食い気だ。年取ると色気ね。高校生のくせに何てこと言うんだい。ごちそうさま。行ってきます。あ、お前ご飯は。うん、食べたくない。食べたくないって何にも食べないの。うん、どこ悪いのかい。明兄ちゃん、ちょっとおかしいわよ。お前、おかしいぞ。行ってきます。あ、明兄、一緒に行こう。おかしいな、ちょっとこの頃変だね。環境が変わったんで神経が高ぶってるんでしょ。うん、あと半分食おうかな。いい加減にしなさいよ。あ、誰かしら、遅っからから。名刺村正でございます。あ、吉村鶴さん、少々お待ちくださいまし。善兵衛さん、テレフォン、スーパーマーケットのご主人から。あ、はいはいはい。なんだよ、金子のやつ、なんで朝っからから。金子さん、いりませんよ。で、こんなの、私もやける。行ってきます。おばあちゃん、行ってきます。
はい、はい、ありゃ、お待たせしました。はい、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 かしこりました。はい、はい。金子さん、何だったんですか？え？いや、お父さんがね、急に容体が変になったってんで。金子さんに、お父さんいらっしゃいましたかしら？え？いや、まあ、とにかくちょっと行ってくる。本当今日は税務署行ってくださんなくちゃ。俺はちょっとそれどこじゃないんだから。お友達が困ってなら早く聞いてあげなさい。そうですね。午後には帰ってきてくださいよ。分かったわ。じゃあいいんだよ、飯食ってよ。お前はちょっと行きます。行っといで。いらっしゃい。姉さんじゃ結婚できない。こりゃいい話だね。人を引っ掛けるなんて失礼だわ。いや、それはお前のサービスなんだよ。子供だと思ってんのよ。しかしよく映画に誘ってくれたね。忙しいんだろう。彼山へ連れてってもらう約束しちゃった。山へ？カズラ君とか。うん、あの人大学時代山岳部だったんですってね。しかし春山は危ないんだろ、雪崩やなんかあって。うん、そんな大げさな山登りじゃないのよ。ちょっとしたピクニックね、うん、ねえ、行ってもいいでしょ。一泊旅行泊まるのか。行けない、うん、メンバーは桂さんと私と春彦と滝地。うん、じゃあいいだろう。何の心配したの、お父さん。大事な娘だからね。私、お父さんが考えてるよりももっと自分を大切に思ってるわ。じゃあ当たり前じゃないの、自分の人生ですもの。うん、なら安心だ。じゃあ出かけるか。今晩は8時までに帰れるだろう。ご飯はうちでいただきたいね。洋食？和食？なるべくあっさりしたのがいいよ。マヨネーズだとかバターなんてどうも胃にもたれて。じゃあ青柳の酢の物なんかどう？悪くないね。たまにはあきこのお酌でいっぱいやりたい。私みたいな美人のいるバーなんてそうないでしょ、ね、おまけにノーチップノータックス、清潔なサービス。刺して刺されずというわけにいかんのが残念だよな。その点お母さんはよかったわね。色が白いからおチョコ一杯飲んでもすぐ目の縁が桜色になって。そうだったかな。私まだ小学生だったけれども、お台所へお調子を取りに行くお母さんの足首見てたら、そこも桜色になってんのよ。はあ、綺麗だなと思ったわ。おませだね、お前は。私はお父さんにで色が黒いでしょ。うん、そういうのは小麦色って言うんだよ。親子でお世辞はなし。でもね、私子供心にもお母さんみたいな綺麗な奥さんになりたいなと思ったわ。お前はなれるよ。うん、私はダメよ。少し気が強いところがあるんだよね。しっかりこれも一人娘だからわざと気負ってるんだろ。でもいい人ができてくる、うん、ベタベタって崩れるんだから。そんなことないわ。ねえお父さん、うん、今私幸せよ。このまんまでいいの。二人でお互いの自由を認めながら、父と娘の愛情と、それから男と女の友情みたいな関係。このままいつまでもお父さんと一緒にいたいわ。お父さんもそう思うよ。しかしだ、人間ってのは勝手だからね。一日一日を大切に生きていくよりほか何にも約束ができない。いつ死ぬかもわからないしね。じゃあ行ってらっしゃい。自動車に気をつけてね。じゃあ行ってみるか。お前はいいの？あ、私も行くわ。ちょっとなら待っていてもいいよ。一緒に行こう。うん。歴史の意思に背を向ける者は敗れ、歴史を意思とする者は勝つのであります。明治政府の間に腐敗はありました。しかし、おい、そこの学生、窓際の君、ぼんやり空なんか見てるんじゃない。お前だよ。彼らの思想や政策が歴史の発展の方向に沿っている限り。いい加減にしてくんねえかな。いつまで待たせんだい。もう間もなく。はい。銀行3時までじゃなかったのかい。
何をしてやんだろうな。もう持ち逃げできるような男じゃないんだし。おめえの方からここ指定してきたんだぞ。後から兄貴がここへ来ることになってんだよ。兄貴って何ですか。俺ちの兄貴よ、借金返すことになってんだよ。おめえから金もらってな。そうですか、はい。まさかおめえ俺に恥をかかせることはしねえだろうな。とんでもない。そんな、まあどうぞ お茶でも。俺は金魚じゃねえんだぜ。な、水ばっか飲んでなんかい。どうも失礼しました。おい親父、え、酒ね。え、うん、お、いらっしゃいし。何してたんだよ、ずいぶん遅いじゃねえか。混んでたんだよ、銀行が。はい、ここに20万。20万って、お前は話つけてくれる約束じゃないか。いや、俺ああいうやつは苦手なんだよ。いやいや、こういう話はね、人が中に入らないと話はスムーズにしまねえんだよ。自分のことは自分でやった方がいいんじゃねえのかね。お前、恩を当てて返すか。いや、そういうわけじゃねえよ。お前と俺と30年来の親友じゃないか。親友を捨てておいて、お前一人で行くのか。泣くなよ、泣くなよ。おい、この野郎、何こっちゃこと言ってやんだよ。早くしろ、この野郎。はい、ただいま。社長、大変お待たせいたしました。実は僕、この小島善兵衛とは30年来の友人でして。短く詰めて言う。詰めて早く言うんだよ。はい、一言で言いますと、つまり親友です。すると何かい。おめえがこいつの代わりに80万立て替えるってのかい。とんでもない。じゃあどういうんだよ。つまりですね、その、つい結婚しようっつって、まあ、口を滑らした。あ、値段にしてはこの、まあ、相場から言ってもべらぼうだと。Yes. もちろんこちらにも責任ありますよ。責任はありますがですね、まあ、せめてこの20万円ぐらいでしたら手を打ちたいと。しかし今本人が直接話するとなかなか、うまく話が運ばないだろうと。その調子、その調子。湯見てせざれば湯なきなり。どうだいお兄ちゃん。20万円でこの話つけようじゃないか。やばいし！黙って聞いたら息になりやってこの野郎。あ、持ってきた金早く出せよ。ただいま銀行から下ろしたばっかりの金、20万。あと60万どうしたんだい。だからそれはですね、まあまあこういう話はあんまりことを荒立てずに静かに話し合った方がいいんじゃないかと思います。すべくも言うことはねえんだい。金さえ出したな、俺はいつでも消えてやるぜ。はい、ですからそのまあ世間の相場から言いましてもその値段が。おい、はい、世間の相場だと結婚詐欺に肯定価格があるっていうのかい。え、女房だけじゃねえ、俺のメンツってもんもある。はい、その点誠に申し訳ないと。洗えば落ちるってもんじゃねえんだぜ。俺みたいな太刀のいいお兄さんだから80万なんてチャチな慰謝料で勘弁してやろうって言ってんのに。え、これはもしうちの兄貴の上野のガータローさんにかかってみるって言うんだよ。上野のガータロー知らねえのか。今ここへ来るから拝んで消えるんだな。あ、キャッシュがなきゃ焼く手でも小切手でも書くんだな。どうしたんだい。いらっしゃいし。お、兄貴どうも。この野郎たちか。その野郎たちは、へい、早く挨拶しねえかい。おい、し、うん、山はいいな。日帰りかい。一泊よ。グッド。あっこと旅行できるなんて思ってもみなかったね。光栄でしょう。死んでお供いたします。一つだけ注意してね。何を。わかんない。わかんねえな。私が裏若き女性だっていうことを肝に銘じておいてちょうだいね。くだらねえ。おっしゃいますけどもね、男の人ってのは環境が変わると野獣になるのよね。客地はいざ知らず、僕は青年紳士のつもりですがね。
初めての旅行だなんて、ってガキの頃から知り合ってんだよ。突然色気なんて感じるかい？いや、それがわからないのよ。婦人雑誌の身の上相談なんかよくあるじゃない。社員旅行や春の旅行会なんかで間違い起こしちゃったりしてさ。地球上の全人類が滅亡して俺とアッコがアダムとイブになったとしても、再び子孫の繁栄は望めないだろうね。言ったわね。いや、そういう危険性もないと思うんだ。そもそも山へ行くってことは自然の中で孤独な人間を味わいに行くもんだろ、うん、都会の喧騒を離れてね。まあ、とにかく二人とも行くわね。もちろん。旅費は一人2,600円よ。旅費？勝子さんが奢ってくれんじゃないのかい？あんた誰にでも奢ってもらうつもり？2,600円痛えな。最近親父の財布の紐硬いんだ。ああ、俺も今月はピンチなんだ。なあ、アッコ立て替えてくんないか？好きやかったら返すから。回収不能で焦げつくわね。女の子に金借りてそれを踏み倒すような男に見えるかい？まあ他の人はともかく、私は全然信用してませんからね。旅費がなければ行かないことね。俺たちが行かなくてもアッコは行くのかい？当然、私が計画したんですもの。勝手に辞めるわけにはいかないわ。なんとかしよう。お前なんとかなるか？黙って俺についてこいか。そっちはそっちでやれよ。俺は俺でやるから。冷てえなすれその時のそううるさいうちね。こういい感じにしなさいよ。何が？そのエレキよ。お母さんだって一日中なってるじゃないよ。母さんのは立派な伝統芸術ですよ。エレキだって現代の芸術ですよ。世代世代で趣味や感じが違うんだから仕方ないわよ。私たちだってお母さんの清元を認めてんだから、お母さんだってエレキの魅力を認めてよ。それより明夫兄ちゃん本当におかしいわよ。心配だわ。あれはベートーベンね。運命です。シンフォニーナンバー5。これが私の運命なんだ。ただいま。ごめんなさい。なんだよその格好。まるで夜逃げするみたいじゃないか。引っ越しです。引っ越し？もう今度見逃してください。ともちゃん、長い間お世話になりました。ご恩は一生忘れません、とも子。なんだよこれ。何かあったの？誰かが君にこの家から出て行けって言ったの？君には行くとこがないはずじゃないか。どこ行くんだよ。どこって。出て行きたいなら無理に止めやしないよ。理由言ってごらん。理由なんかありません。もうこれ以上ここの皆さんのご好意に甘えてちゃ申し訳ないと思ったんだ。なぜ？なぜって、不景気で商売もうまくいかないし、で旦那さんはブラブラしてるから。ごめんなさい。その通りだが仕方ないな。私みたいな大飯ぐらいはここのうちにごやかになってちゃ大変だと思うんです。君が出て行ったからって僕たちの生活は楽になりゃしないよ。なんだよこの大荷物。
けじゃありません。涼一さん、私あなたが好きなんです。ただいま。だるま湯っていつ行ってもお湯が豊富で気持ちいいね。そうですね。何その荷物。いや、ちょっとお父さんまだ帰ってこない。ええ、どこほっつき歩いてんだろう。本当にほらなんだ書いてたのね。え、母さん。ん？ともちゃんがね、うちを出ていこうとしたんだよ。出てくってどこへ。どこだか知らない。母さんや僕たちにこれ以上迷惑かけたくないって言うんだよ。あ、ただいま。おや、おかえり。あの、これお風呂だよ。済んだかい？無事に。ああ、おかげさまで。どうも。少しは取りたかい。全然。もう決して女には手を出しません。ゆかりおばあちゃん、今回のことは一つこないと。分かってるよ。他人ならね、どやしつけんだけどさ、親父の血を引いてると思うと哀れでね。そうなんですね。僕の女癖の悪いのはこれは遺伝ですね、お父さんの。余計なこと言うんじゃないよ。あら、帰ってらっしゃる。ああ、届いた、帰ってきた。いやー、なんだか知らない、忙しくてね、今日は。に届いたかい。はい。あ、そう。もうあなたがいらっしゃらないからこっちも電話なんやですよ。あ、すまんけど、ちょっと帳簿出してくれ。明日でいいじゃありませんか。そうはいかないよ。今晩中にちゃんと調べておかなきゃならないことがあるんだから。いいよいいよ、俺出せよ。バチャバチャバチャ。お父さんご機嫌どう。小遣いでも絞ろうってんのかい。山行くの。いいね、おばあちゃんも連れてってくれよ。おばあちゃん無理だよ。まだお前たちに負けるもんか。いやね、でもね、2600円の借りだよ。おばあちゃん出してくれる。まあそのくらいのね、お金ならね、お父さんとこ行ってさ、吉村てるからテレフォンがあったって言ってごらん。まあ、安く見積もっても5000円は出すね。本当。その代わりね、お母さんには絶対内緒だよ。何があったの。お前たちお金が入りゃいいんだろ。余計なことを聞く必要ないよ。よし、その線で行こうか。明日でよろしいのに。ありがとう。うん、うまい。うまいお茶だね。そうですか。ああ、考えてみるとなんだね。お前がいてくれるからこの店はちゃんと続いていくもんだ。いや、本当に深く感謝します。あんたなんか悪いことしたんじゃありませんか。そんなにお世辞言って。とんでもない。なんだお前、この頃ちょっと疑い深くなったね。あなたがずるくなったからですよ。お父さん、ご世話が出ません、ね。お前たちあっち行ってろ。ねえお父さん、今度の休みにピクニック行っていいでしょ。贅沢は敵ですよ、ね。お前たちはね、親のすねをかじってのうのうと学校へ行ってるけど、世の中にはだよ、ピクニックどころか明日の飯を食えない人だってかわいそうな人いっぱいいるんだ。はい、その点は感謝してます。でも山ぐらいね、健康なスポーツよ。出ません。だいたいね、もう今月は出費が多くて、うちの中は日の車なんだよ。あ、お父さん、さっき吉村てるって女の人から電話ありましたよ。ね、吉村てるさん、お母さんの知り合いかな。いや、あのね、あのお得意先でね、あの今度なんか知らないが巣鴨の方にあの、店を開業するってんでね、それであのいろいろ相談に乗ってるんだ。まあなんだよ、あの若いうちは体を鍛えておかなきゃいかんね。うん、あ、行ってもいいんですか。どのぐらいかかるんだよ。まあそうですね、まあ一泊旅行だから5000円ぐらいでどうだよ。まあいや、そんなとこだ。でも、もうちょっと、あのもうちょっとこう長っぽそういお札なんかだとね。みんなで行けんだけどな。縦じゃなく横に長いんだ。うん、分かる分かってるよ。今の電話の話、母さんに言うのよ。はい、その点は誓います。明美ちゃん、あれ、あら、どこ行っちゃったんだろう。あ、明美はさっき出かけたよ。おばあちゃ ん、さっきね、お父さんに吉村てるって言ったら1万円くれた。1万円、うん、張り込んだね。1万円あれば兄弟みんなで行ける。でもね、明美は行かないよ。どうして。あれはね、ほら、
郵便局の横に本屋があったろ。秋山書店。そうそうそう、あそこにして、あのほら可愛い娘がいたろ、綺麗な若いね、あの子がとても好きだったらしいんだよ。秋お兄ちゃんが。うん、その子ね、今夜お嫁に行くんだよ。美しい話だね。青春の日の思い出よね。明夫君もそういう美しい悲しい思い出の中で大きく飛躍するだろう。私たちみんなでこのことは黙ってて、明夫君を優しい目で見つめてあげようって話し合ってたの、うん、お父さんもこのことは聞かなかったことにしよう。運命かけようか。ああいいね。そういう思い出のない人間なんてのはつまらんよね。明夫君も泣いて苦しんで、そこから何かをつかみ取る。そしてまた出発だ。私も何人かの男の人にそんな思いをさせるかしら。青春とはそういうもんだよ。